南北600キロメートル。南の国鹿児島には600の島々があり、ポッケモンと呼ばれる精霊たちが人々と共に暮らしていた。山が燃え、鳥が舞い、雲は流れ、波はしぶく。剣を心に歩む道、たぎるさすまの風が吹く。丸池ゆすいの妖精。日本の棚田百選に数えられる甲田の棚田。昔ながらの農村風景が残るここゆすい町は、吉松町と栗野町が合併してできた町。町名は竹中池、丸池から湧き出る湧き水に由来する。おやっとさ、栗太郎。栗太郎館へようこそ。館長の栗太郎です。湧水町ふるさと観光大使のあゆみです。あ、どうも。あ、この栗おいしそう。ちょっと聞いてます？いろんなのがあって迷っちゃうな。プリンワンワン、プリンワンワン。おいしい湧水プリン召し上がれ。ありがとう、いただきます。あん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 。おいしい。おかわり。次は何味にしようかな。もうちょっと味わって食べてよ。館長、少し休憩しませんか？朝から働きっぱなしですよ。ありがとう。でも平気。全然疲れてなんか。館長、栗太郎。大丈夫、ちょっとめまいがしただけ。ふぐりぎつね衆、湧水町の者どもに弱虫の証、安全防止シールをくれてやるのじゃ。わいもやっせん、わいもやっせん、ひといもひといもみんなやっせん。他のお客様のご迷惑になりますので。いや、ゼロシー。なにこれ。そなたもじゃ。なにこれ。やめろ、やっせんぼ。なんじゃ犬ころ、おったのか。そなたごときに止められる我らではないや。薩摩剣士ハヤトでも来ぬ限りはな。そう、いつもいつも都合よく現れはすまい。あ、ハヤトの風だ。ハヤトが乗ってるんじゃないかな。ハヤトの風が止まるからとて、そこにハヤトが乗っておるなどという偶然がありうるわけがない。そんな都合の良いことが起こるのはテレビ漫画の世界の中ぐらいのものよ。あ、ハヤト。いやいや、現実はそんな甘いものではないのじゃ。いや、ハヤトだって。そなたら現実の厳しさというものを知るがよいて。ハヤト、なんでそなたがこんなところに。なんでち、注文しちょった焼酎の湧水割りセットをな、待ちきれんじ問いけきたと。何が湧水割りじゃ。かくなる上はまずそなたらをちんからに叩きのめした後、心置きなく湧水町の者どもを驚かし尽くしてくれるわ。やめるんだ。そんなことを。班長、無理しないでください。栗太郎どん、ありがとう。心配しやんな。ここはおいたっが引き受くんで安心しやんせ。ツンツンど、栗太郎どんを頼んだど。わかった。応援やっせんと。えいふわったえいおりゃ無人剣十字丸。えいん、マッチをみんなを守らなきゃ。艦長、えい、邪魔を生かすな。
離さぬか。離すものか。しつこい。あんなだろ、差がやせ。やせろし。国太郎どう。これでは立ち合いにならぬわ。はやと、勝負は預けたぞよ。よかった。国太郎どう、土下座。大丈夫や。しっかりしやせ。栗太郎。お、声はいかん。熱がどう。栗太郎。栗太郎どう。栗太郎。栗太郎どう。栗太郎はどうしちゃったんだろう。長い間の疲れが一気に来てしまったのね。長い間って？栗太郎どうがこの町が湯水町ち呼ばれる前から一人で PR キャラクターとしてこん町のためにずっと気張っちょったとじゃ。栗太郎、治す方法はないの？丸池湯水の妖精の命の水の力なら。わかった、うん、早速会いに行ってくる。待ってて栗太郎。待って、まだ話は。八しもた孫妖精ちゅとは。そういう噂はあるんだけど、その姿を実際に見た者は誰もいないの。丸池湯水のように純粋な心が妖精を目覚めさせるっていう話なんだけど。丸池湯水の妖精か。あやつらめ、また邪魔をしよって。ああ、なんか今日はもうだれたわ。丸池の水で入れた美味しいコーヒーをどうぞ。おお、こんな日は綺麗な水と綺麗なおごじょの入れたコーヒーでゆるりと過ごすといたすかの。の、綺麗なおごじょ。やせぼうさま。なんじゃやせろしやつめ。お耳を。妖精の命の水。はい。でかしたぞ。コーンコ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 ン。おい妖精さん、どこにいるの？栗太郎が大変なんだ。出てきてよ。まったくやぜろしい犬ころよ。やせも。丸池湯水の妖精が持つという命の水は我がいただく。そなたの出る幕はないわ。お前なんかに渡すもんか。ツンツンブレード。ほう、証拠りもなく我に歯向かうか。炎とは山が燃え、鳥が舞い、雲は流れ、波はしぶく。剣を心に歩む道、たぎる薩摩の風が吹く。薩摩剣士ハヤト。ハヤト、丸池湯水を守るんだ。お、動くな薩摩剣士ハヤト。一歩でも動けばこの池に飛び込んで泳いでくれるぞよ。おれ、なんち、そげなこすりゃ水が汚るが、見てみれ。水質保全のため遊泳、魚釣り、花火は禁止ち書いてあらよ。命の水さえ手に入れば池の水など知ったことではないわ。じゃがそなたらは丸池湯水を守りたくば我の言う通りにするしかないというわけじゃ。卑怯だぞ。どうじゃ、手も足も出まい。やめてくれ。栗太郎、またそなたか。丸池湯水はこの地域の人々の生活を支えている大事な水なんだ。栗太郎殿。
丸い系湯水の妖精。君は？ゆうた！栗太郎、大丈夫？そういえば、なんだか元気が溢れてくるみたい。栗太郎どん、おまんさのこんまちを思う純粋な魂が丸池湯水の妖精を目覚めさせたとじゃ。池の水が命の水？丸池湯水はここで生きるあらゆる者たちの命の源として、昔から命をつないできた、まさに命の水じゃ。人も花も木々も動物たちも。そうと分かればくぐりぎつね衆、出会え出会え。薩摩剣士隼人、邪魔なそなたを倒してこの地を制圧し、命の水を丸ごと我が物としてくれるわ。かかれ。無人剣十字丸。ゴーゴー、うりゃー、えいっ、コンコンコン、はぁー、コンコンコン、はぁー、えいっ、はぁー、えいっ、はぁー、コンコン、コンコン、薩摩剣士隼人、一同無人剣、わっ、十字丸、丸池湯水の魂、おっ、来るか、はぁ、またじゃ、はぁ、はめてよりチャージが長いぞ。今のうちじゃ、かかれ。地下を流れて35年丸池の湧き水、なんたるパワー。霧島山脈の雨水が地中で35年の歳月を経て、日量6万トンもの湧き水となる。これが丸池湯水の一魂じゃ。なるほど、丸池湯水は税か。やっせんぼ様、なんか今ので元気が出てきましたよ。私もです。ああ、もうじっとしてられない。あっちとまで競争だ。負けないぞ。これまたんか。わっはっはっは、命の水で元気ができたか。そう言われれば我もやる気が出てきたような。こら待て、我とて負けぬぞ。やっせんぼ様、早い。やっせんぼ様、待って。おやっとさ。ハヤトさん、これが丸池湯水を使った湯水割りです。飲んでみてください。ありがとさげます。湯水茶で割ってあるんだ。いただきます。んうん、なんつあなら、さすが日本名水百選に選ばるだけやない。味わって食べてよ。次は湯水茶味。おお、おまんさな、結構いける口じゃな。湯たんも焼酎、二十歳超えてるの。噂では1132歳だって。なるほど、いい水か。栗太郎どん、頼もしか仲間が増えもしたな。うん、よろしくね、湯たん。栗太郎どん、恋からもうんまか湯水割りを守ってくいやんせ。
これからもますます頑張るぞ。心の剣に刃なし、道は交わり輪を結ぶ、たぎる薩摩の風よ吹け、ああ我らの薩摩剣士隼人。うん、馬鹿だな。